検証の毎日検証成功中、えー、なんかね、この光の当てるところが、うちの電気ってスポットライトみたいな感じなんですけど、それがですね、ちびのすけの位置で折り紙を取るために、やつのところだと、きれいにライトが当たるように位置調整してるから、 私の位置から撮ろうとするとね、光ったりとかちょ、調子悪いんですよ。でも、あの、私の方が動画を上げる率が高いにもかかわらず、ちびのすけの位置に合わせてあるっていうのが、ちょっと納得いかないんですけど、まあいいでしょう。ということで、話長いですけど、え今日これをプリマハムの春の美味しさ触れ合いキャンペーン見つけてきました。それとですね、 当選の儀ですね。はい。じゃん簡易書き留め。そして、この封筒は、ビャンプリマハム。こちらですね、郵便局で簡易書き留めで届いたんですけれども、ちょっとあの、土曜日に来て、土曜日に来て受け取ったのが、えー、日曜日の夜です。 なので、開封の気がちょっと遅れました。結構日曜日バタバタしてるんで、やつを寝かしてからじゃないと私、10分ぐらいで終わればいいんだけど、なんか、3、40分喋ってると、その間にね、くちゃ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 なんかやってね、寝やしないからね、やつをちゃんとあの、寝沈めてからこやろうかなと思ってたんで、ちょっと遅れました。えー、ちょっとこれ、これあの、アテナもちょっと剥がして、そこでの番号もわかんないように、ぐねらしときました。 あの、開封をさせていただこうとね。でも、なんかな、わかんないな。だって今このキャンペーン始まってるんだから、これじゃないこと間違いないんだよ。で、ほら、あんじゃあの、プリムハム、ずっと、なんか最近文句言ってたじゃないですか。あの、当選のな、な、何あの、お金の費用対効果が悪すぎるとか、3000円ぐらい買わせておいて、当たんねえとか、当たんないって言っても、あの、 当たんないって言っても、今回自分が出したやつが当たってないっていうだけで、過去は当たらせていただいてるんですよ。プリマハムの、プリマハムって、えー、まあ、定期的に春とか秋とかやるんですけど、ハロウィンの時期とか、まあ今回はなんか、行かなかった、かなかったっていうか、当たってないから、行けなかったですけど、ハロウィンの時期にプリマハムの夜の貸切のやつで,で、行ってですね、なんか、 ペンライトみたいなやつをいただいて、で、あの、なんかプリマハムの貸し切りとか行ったことあるんですよ。うん で、なんか、まあ、ハロウィンっていうのはなんで覚えてるかっていうと、だからそのハロウィンシールドになってて、全部ディズニーのお土産とかも全部ハロウィンだったから、で、かぼちゃのなんかこう、あの、なんか植木みたいなやつがそう早く開けろと。はいはい。で、だから当たったことあるのに、えー、前回自分が出してすぐにの、なんか結果待ちで当たってないから文句言ってたと。でもあの、今回ちょっとあの、この、プリマハムからですね、書き留めが届いて、 おおおもなんだろうって。まあ、でもこれでスーパーのタイアップで商品券1000円とかだったら、こ、こけってなっちゃうんですけど、なんかこう、買い書きため、このわざわざこの、ちょっと高級っぽいさ、スーパーの封筒じゃない、このプリマハムキャンペーンのさ、封筒だよ。期待していいかな。で、の、ちょっとこれ、ちょっと待って。じゃじゃん、ちょっとここ、ここで、バン、じゃーん

ディズニーランド。おーちょっとこれ個人情報入ってたら嫌だしさ、あの、ディズニーランドのさ、なんかあの、バーコードみたいなのあるでしょそこのさ、あの、番号とかバーコードのさ、なんかあのこう、こういう QR みたいなのを抜かれて、なんか取られちゃうとかって聞いたんで、ちょっとここでちょっと、あの、慎重に、 ちょっ、ととここ見たいと思い思ますえ、代外品じゃないんだ。え、何これおおすげえ、なんか。おお見せろやって。チケットがね、2枚ですね。まあ、これあの、よく4人コーストに2人コーストっていう選択肢があるんですけど、私、 応募するの二人コースですね。うん。だって二人しか行かないじゃん、的な。でも今回の、あのー、これ。えー、何、何ので当たったんだろう、これ。何、なんだろう。あー、書いてある、はい、は,いは,いはい、はい、はい、はい。はい、はい。どこのスーパーか書いてありました、はい。ああ。 実施店が書いてあった。おすっげえな。3月、3月12日のえ実施店のスーパーの皆さんと一緒に行けますよ。つっても、結構5000人ぐらいなので、結構ね、並んで、そんなにすっごいもう誰もいないガラガラの、あのもう、貸し切りっていう、そういう、あの、イメージの貸し切りではなくて、あの、 ま、でも私、ディズニーランドのすげえ混んでる時行かないからさ、で、あの、基本的にあの、すっごい根本から話を盛り下げちゃうんですけど、ディズニーランド私ね、好きじゃないんだよ。はい。こんだけ盛り上がってディズニーディズニーって言ってるけど、好きじゃないんだよ、そもそも。だから、あの、ディズニーランドできて、 一番最初にディズニーランドに行こうと思った時に、あの、学生の時に行った日が千葉県民の日で、で、お断りされたんですよ。あの、神奈川県民だったんで、東京都民だったから、いや違うな、中学の時だから、神奈川県民で断られて、千葉県民じゃないと入れませんとか言われて、いや、でも結構ね、中学生としてはね、頑張ってね、 行ったんですよ。割りかし、地味に割りかし時間かかるんですよ。1時間半ぐらいかな。一時間半ぐらい。神奈川県民からすると、行くのに1時間半ぐらいかけて、1時間半かな。ちょっと覚えてないんだけど、今、今、うち横浜から、例えばおそらく1時間半とかぐらいだと思うんですけど、まあ、それくらいの距離か、2時間かかってないよね。そんなに。まあ、でも、片道それくらいかかって頑張って行ったのに、千葉県民の日だからダメだと言われて、 あのもう撃沈して帰ってきた時から結構恨んでてというか根に持ってて行ってないんですよずっと。だからあのね中学で弾かれてから次の機会がやっぱりあの大,大人というか成人式ぐらいの時にやっぱでもディズニーランドむちゃくちゃできて関東だから結構なもんみんな行くんですよ神奈川県民だったら大体。 まあだ,いだいたい行くんですよ。大体、あのフ、ファースト、パス何、何、年パス年パス持ってる人が結構いっぱいいる。あの、もう本当友達で年パス持ってて。 ちょ,ちょっと行くっていう。なんかもうそんなにあ、千葉県民じゃないから、あの辺周辺に住んでる人だったら、本当になんかちょっと行くっていう感じで年パスを毎日使って行使してる人いると思うんですけど、神奈川県民だとそんなになんかしょっちゅう行けるレベルではないにしても、でも行くっていう人いるもん。あの休みのたに行くために、とか、あと夜から、とかさっくり行ったりとか、 あの今,日今日は空いてるから行くみたいなで年パス持ってる人もいてでですねこれ、うん、話し長いんですけどでなん成人成人成人二十歳の時ぐらいにまた行こうと試みたんだけど二十、まあ、歳になったら行こうか忘れても行こうかって思ったけど二十歳の時は行かなくて仕事をしてたので。 あの、行かなかった。忙しかったんですよ。もう、二十歳ぐらいの時は、もうマジに。で、その後、だから、彼氏と行こう、的な、なんか、誰か、すごい、あの、好きな人がいたら、大体、ディズニーランドデートするポイントなんで、で、それで,で行こうとか、決めたんだけど、結局、行ったことがなく、まあ、大体、あのー、変なやつばっかりに取り憑かれてたんで、 あの、検証運あっても男運がなかったんで、もうたいね、もうすごいなんか貧乏な変なやつばっかりだったんで、ディズニーランドに行くっていうようなことはなかったし、しだいたい人生のそれくらいの時くらいからっていうかまあ、普通のい、うん、なんだろうな、まあ、海外にいたのもあったせいで、 普通の人よりも、ディズニーランドに行くっていうこと、機会には恵まれてなかったぐらいな感じですかね。だかその時、今20代をそれで逃して、20代で大体海外にいたんで、20代半分ぐらい海外かな。なんかあの、うん。な,なんか仕事してまたて海外行って、また、あ、帰ってきてとかって世界を渡り歩いてたんで、うん。 やっぱ10代の時の,あの,あの海外はあんまり10代は権限がなかったりとかまだ頭のそのなんかこう何て言うのかなこうこうなんか柔軟にこう海外にあのこう対応できる能力がまだついてなかったんでやっぱ20代ぐらいですね海外でででそんで,でですよ次「結婚したら行こう」とか「なんか結婚するやつと行こう」って。 的なことを考えてで、でも、なんか、あのー、まあ、大体、これだけディズニーがそんなに好きじゃない人だったら、すんっげえディズニーが大好きな男と、またディズニーが大好きな男でふっと思いついたのが高隅生き屋。高隅生き屋みたいな男で、休みがあったら、あいつ忙しいくせに休みの、休み見つけるとディズニー行ってるらしくて、しかも名古屋のくせに、 名古屋のくせにって言ったらすごいもう失礼なんですけど、本当になんかあの、名古屋の人でも、ちょ、ちゃんと、すごいあの、仕事ちゃんとしてる人とかって、バスとかじゃなくて、普通に新幹線でディズニー行くからね。でね名古屋ぐらいだったら、行けるからだって1、1時間半でだ東京に行くわけでしょ。時間、新横浜が1時間半だから、2時間ぐらいで行けるわけですよ、片道。ちょっと田舎の神奈川県民と同じぐらいの新幹線使えば名古屋の人って、 あの、だから、朝一の始発で新幹線に乗って、一番最後の新幹線で、あの、帰るっていうパターンで日帰りで、あの、ディズニーを満喫する人も結構いて、で、新幹線にはね、そういう人たち結構多いねあの、一緒に乗ると、だいたいディズニー行った人っていうのは、でっかい土産袋持っていて、ディズニーランドって書いてあるから、で、あとだいたいミッキーのあの、 あの、こう、頭の、あれ、つけるじゃん。つけてそのまま帰るから、あの人たち。名古屋の人は、そういう、なんかもわかりやすい感じで電車乗ってるから、もう、わかるあ。新幹線で。あ、こいつらディズニー帰りだよ、みたいな。そういう、あれでですね、終電で帰るみたいな。終電というか、だから、新幹線で帰るみたいな。そういう感じ。朝、朝とか。だから、高須美紀みたいな男だったら、多分、 嫌だったんだろうね。だから同じような思考の、えー、やつとじゃないと多分結婚とか生活は絶対無理だからね。あの、例えば、無理と言えばだからそうそう、漫画むちゃくちゃ読むとか、漫画がすごい大好きとか、家の中に大量に漫画,をか漫画があるとか、あとはね、あの、うんとフィギュアを大切にしてるとか、あとはね、なんだろう。 あとは、あとはなんだあとはポケモンカードを大量に集めてるとか、あとは、あとはなんだあのーそうで、あと誰ど、どんなのどんなのどんなのあ鉄道オタクの人とは別、あのあ、あの人たちはあんまりあの女の人たちと付き合ったりとかし,しないから、多分私はまだ鉄道オタクの、 男の人とは付き合ったことがないから、全然わかんない。家にどれくらいのものを保有して、どうのとかわかんないんですけど。あと何服がむちゃくちゃ好きで、服ばっかり買ってるとか。あとはなんだどんなんだろうあとはね。あ、ゲームがむちゃくちゃ好きで、一日中ゲームやってるとか。うん。なんか、引きこもりはね、いいんですよ。引きこもりはまだ、まだいいんです私も引きこもり、引きこもらないとできないような、あの、 仕事だったりとかするんで、ある程度そんなになんかグレッシュに外ばっかり出かけてたら、家の中で仕事をしなければいけない、えー、ので、家の中っていうか、この、スタジオにずっとこもったりとかする感じでですね、一定の、一定の場所でこう作業するっていう感じだから、外で、えー、どうのとか、会社に行って、朝行って、夜帰ってとか、そういう規則正しいわけではないので、あの、まあ、 うんそうどちらかというとうあんまアグレッシブになんかこうどっか休みの旅に行くとかあとね私ね遊園地あんまり好きじゃないんですよね乗り物に酔うからあジェットコースターとか絶対乗らないからんから基本的に乗り物酔いをするから嫌だとかあるんですよね船とかね、まあ、一通りのことはね大丈夫だろうと思って乗ったりやったりとか、うん、やってみるんだけどやっぱり だいたいい思い出がないのであのダメですねあの船でなんだお金はとにかくあの若い時はお金若い時は大量にお金があってですねなんかもうわけわかんない使い方とかをするもんなのでまあするんですね大体いい、まあ、そういう経験がなければモンドにンかもはあんまりあの面白い人生にはなってないと思うんですけれどもあの北海道に確かね北海道にフェリーで どこから出たのか覚えてないんだけど北海道でフェリーで自分の車を自分の車で北海道に行きたいって思ったのでフェリーで,でそのフェリーも1等の一番いいチケットで車でで1棟の。 なんかその席。一等の人ってね、あ一,一級一等なんかよくわかんないんですけど、あのー、なんか個室で、すごいなんかスイートルームみたいな個室で、で、夜のご飯がフランス料理のフルコースとか、あとあの、機長っていうのあの、船長、船長と記念写真とか、船長室にご案内とか、なんかすごい交代具の、なんかそういう、なんか昔はだからその、 なんだろう。その、船長室なんか絶対に普通はね、なんかテロとかの防止のために入れてはくれないんでしょうけれども、昔はね、割と飛行機とかも、あの、テロのあの事件の前の時までは、結構エジプト航空とか、コアな航空会社とかはね、結構結構機長室、あれって自動運転だから、結構機長室でこう、この写真撮ったり、ウェイとかやったりとかした記憶がちょっと薄らあるんですよね。 バッチリじゃないのそんなにすごい、あの、そんなに近い、こう、あれじゃないから、記憶じゃないんで、うっすら覚えてるくらいになったんですけどね。あの、なんかね、フェリーで行って、で、もう、もう、もう、多分ね、30分以内に多分気持ち悪くなって、うん、うん、あの、寝て終わったっていう、そういう、なんから何,何にも食べれないし、なんかと,とにかくあの、 その最初のイベントをこなして30分以内に多分気持ち悪くなったんで多分ダメ、ダメで。ね、なんか自分はもう船ダメなんだなっていうのをね。確か多分ね、あの、止まっていくって感じなんで、関東のあたりから一泊二日あたりっ多分北海道を目指すフェリーだと思うのね。で、 あのー、ずっと車を、あのー、免許取ってからずっと自分の車を持ってて、自分の車で乗ってるんだけど、北海道を舐めてたね。むちゃくちゃ北海道って広いんですよ。で、あのー、なんか、箱立てかなんかについて、箱立てからまあ馬を見に、あの、行く、 っていうさ、感じで、サラブレッドが好きだったので、馬を見に <laughs> 行くんだけど、そこの距離感が全くわかってないから、すんげえ遠かったね。なめちたよ、北海道は。北海道はね、広いですよ。だからちょっとだからどっか行くにも、東京名古屋間ぐらいの、隣町が東京名古屋間ぐらいの距離あるくらいの勢いだったんで、相当すごかったし、うん、なんか、ものす すごく大変だった、うん。バカなことをやったなっていう、そういう感じです。でも、あの、北海道のサラブレッドを見に行ったとかっていう、そのなんかあの、なんだろう、バカみたいなことも、まあいい思い出に、うん、なってるかな、定期が。そんな感じですね。あんまり、だからその、北海道に <laughs> サラブレッドを見に行くっていう、そういうなんかバカあんまりいないんで、 まあでも馬好きの人とかで話はあったりとかするんだよねあの競馬とか、うん。いろいろ経験はあるんです。バカなことをしたんで。で、だからあれ、話長くてすみませんけど、んかそういう、あの、船ダメな話、だから遊園地も基本的にあんまり好きじゃなくて乗り物絶対酔うから、もうコーヒーカップとかそういうレベルでも私はもう嫌なんです。無理なんですね。気持ち悪くなるから。 うん、ジェットコースターってね、目をつぶれば全然怖くないんだけど、目をつぶって乗っても、何があったのか全くわからないから、ただなんかこう、揺れた感じで、目、目が、目をつぶれば全然何も恐怖がないんですけど、体は一通りダメージを受けるので、気持ち悪い感じ。で、あの、ちなみにあの、イタリア人に、なんかその、絶叫マシーンの話が出て、で、 イタリア人も大嫌いなんですね、あの遊園地が。で、なんでって言ったらデンジャルスって言ってたから、その自分からわざわざそういう危険な乗り物に乗る意味がわかんないみたいなところで意見合致して、すごいなんかあの、自分と意見が合うなって、あの、思いましたね。でもイタリア人と、あの、価値観が合わないのは、あの人たち本当にガチに山に行って、普通にスキーの、あんまそういうなんかガチガチのウェアとかじゃないにしても、普通に山に、 行って、普通にスキーをするっていう、その感覚がね、あんま合わなかったかな、的な。あの、スキーとかできないから、基本的に。うん。あれで、いきなりあ、あんまりこう、意思疎通があんまりできない時に、イタリア人に山に連れて行かれて、今からスキーだって、スキーって普通一通りの道具持ってやるもんなんじゃないの的な感じで、思ったりとか、なんか、うん。なんか、ちょっと日本の、 なんか道具を全部揃えて、一式持って、遊びに行く感覚と、ちょっとずれてるから、ちょ、なんでいきなり、この格好なのに、普通にジーパンに普通に、こなの、軽装してんのに、山かよみたいな。あの、スキーかよみたいな。ま、あの女すぐ転んで、濡れて、すごい不機嫌になって、着替えも持ってなくてっていう、嫌な思い出に変わるんですけどね。うん。あと、だから、あの、船がダメなのと、 うん、だから乗り物があんまり好きじゃないのと。で、でも、でもですよ。でも、その、だから、二十歳の、うん、時にも行かない。二十代に彼氏と行くこともなくえ、結婚した相手と行くっていう、こう、目標も失い。えそして、次は、子供が生まれたら行こう。子供と行こうとかって思って、もう、 行かなかったんだよね。で、その次が、検証で当てたら行こうと。あ、でも検証の前に、株主優待でただなら行こうっていうのもあって、オリエンタルランドっていうあの会社なんですけど、そこが株を買うと、株主優待で、そのディズニーチケットが、えー、もらえるっていう、そういう感じ。今年むちゃくちゃ赤字だからね。あの、どうなるんだろうっていう。格差結構こういう、あのー、 まあもちろんこういう入場制限してるし、いろいろ制限してるから、儲かってないのは当然なんでしょうけれども、今年ね、こういうのもドーナツの私も脳で別に、あの、株主優待券とか、そういったチケット類とかって、もう結構前からそんなの、あのもう換金するとか、なんかそれを買えるとかっていう発想ね、がっつりなくなってたんですよ。 普通だったら、それ、そういうのも、1円たりとも無駄にしないで、なんかこう、金、金券屋とか行ったことないんで、私は、まだ。まだ行ったことがないんで、金券屋に持って行って、サクッと売るっていう、そういうことをしたことがないんですけど、あの、ヤフオクとかで売るとかっていう、そういう細かいことを、もう、全部もう、一切やりたくないなって思うくらいの嫌な思いがあったので、2年ぐらい、何もやらなくなったら、今度、さあ、ちょっと、 監禁活動をちょっんでそう思ったかというとですね、YouTube がね、結構辛いんですよ、これ。1万円を、こういうあの動画を毎日毎日上げて、で、なんか収益とかつけてさ、どったらこったらとかやって、うん毎日毎日やって、で、 自分のところにコメントくださった方のところにちょっと見に行こうとか、自分がライブやってきてくださったところには行こうとか、なんかそういうなんか義理人情とかいろんなことをなんかしがらみがあったりとかしたりとか、ね、あとはその、なんだろう、まあ動画上げるのも、これだけ手抜きして毎日アップしてても、ね、1万5、 一万円から一万五千円ぐらいの間で、あ、でも一万何十円とか、二万はいかないぐらいの感じで、こんだけ毎日なんかこう、やってそれじゃん。って、もう、<laughs> チケットかなんかヤフオクで売った方が早いんでもいらないやつを、もう本当そう思ったよ。なんかだってそのパンになるんだったら、じゃあこれを売ったらその分サクッとお金になるじゃん。それ始めた方が、 じゃこれで1万円とかするよりも全然楽じゃんっていう結論に達して、ちょっと、ちょっとね、本当だってもうご飯、その外食に行くのが、 苦痛だったりとかするんで、私の場合は。その、なんかすっごい喜んで、で私はもうチャリンコ漕いでいくとかじゃないからさ、もうチャリンコじゃなくて、車でグーって行って食べて、で、なんかもう、あの一、一番高いの食べて、なるべく早く消費したいとか言って頑張ってるんだけど、それでもなんかまだ、あの、また今,今月もこれも使い切れなかったよとか、この落ち込みとかそういうのがもう嫌で嫌でしょうがなくて、 うん、だったらもう、監禁しようみたいな感じで、ちょっと今、奮い立たせてですね、そういうなんかの、もう、だって、ヤフーオクとかメルカリとかでさ、頑張ってさ、その、やった方がさ、いいんだもん、嫌な思いはね、何をするにしても、やっぱり、あの、するもんなんですよ。 例えばヤフークとかだったら嫌がらせが来たりとか。まあでも今は当時の,その嫌がらせとは違っても匿名発送とか、あとその銀行口座を自分の銀行口座を言わなくても簡単決済とかなんかいろいろあるわけじゃないですか。まあ全然なんか個人情報とかも保護されてていいんでしょうけれども、でもやっぱりね、落札した瞬間にね、もうなんかの、送らない,と,いと2、3日ちょっとぼーっとしてるだけでも結構 ご立腹して、あの、すげえなんか怒りのなんかもう詐欺だぐらいに言ってくるやつがいたりとか、そういうの考えるとね、もうぐったりけんなりとかするんですよね。うん。でも、でもまあ、それが仕事ってもんなんですね。基本的に嫌なことし、嫌な、嫌だなって思いながら、楽しいことを仕事にしてお金をもらって、あの、うわ、楽しい、楽しい、楽しいでこう生きていくわけじゃないんで、人間は。何をするにしても、やっぱり、あの、 知ードを吐く。まあ、そこまで苦労はしないかもしれないですけど、一定の嫌なことを乗り越えて、あの、お金にして、それで,で生活すると。そういうパターンだと私は思っているのでですね。まあ、その、嫌なこと。うん、あなただから、あの、YouTube でね、すごいなんかあの、夢を見すぎてる人はね、現実の方がいいですよ。現実を。現実を直視して、今家にあるものをですね、 あの、整理して、いらないものをですね、メルカリやフオクとかで売って、の方が全然なんかあの、現実的にいいです。あの、YouTube で毎日投稿して、えーね、なんかいろんな人のところに挨拶しまくって、とかそんなことやるよりも、あの、現実的に。だって今、よく考えてもる。今、喋りのプロのお笑い芸人とかさ、 もう見た目がパーフェクトな芸能人とか YouTube 来て、それでもうまくいかないっていう人が多い中さ、一回の土仕事のそこら歩いてるおっぱちゃんがさ、こんなも金に繋がるわけがないだろう、もう。そのなんかこう、しっこいスマホを見てる時に、も 大事なものをね、失ったりとかするんです。一番気をつけなきゃいけないのは、私はあんまり電車乗らないから、あれなんですけど、電車を乗ってる時もスマホをずっと見てて、まあホームドアじゃなかったところで転落事故っていうのが、私のね、なんかちょうど記憶の中で結構ね、スマホに夢中になってる人が、電車で転落事故で亡くなるっていうケースがすごく多発した時期とかがあったので、で、 あとは自分でスマホとか、まあでもこれはせ、なんだろう別に目がどうのとかっていうのはスマホを見すぎて目が悪くなるとかっていうのとはまた違うんでしょうけれどもやっぱりそのちっこい画面をずーっと見続けてなんか体に支障をきたしたりとかあとはあれだよね子育てしてる人だとかだったらやっぱりその子供の目を見なきゃいけないところをスマホを見て人のなんかそのなんか ね、いくら友達でも友達のライブに一日中とかってそんなことをやってれば子供が何かこう目で訴えてる時のその感覚とかをつかみ損なって後から二十歳超えて二十何歳とかまあ、えー、あれですよねまこ様ぐらいのお年になった時にあ,のああいうことになったりとかするわけですよ。 じゃん。あの、それで、あ時に、子供の時からとか、まあまあ、親の責任とかっていう問題でもないんだけれども、やっぱりその親子関係を構築する時間をね、せっかく、今だったらさ、あの、子供って二十歳とか超えたりとか、まあ大学生になったりとか、あと社会人になったりとかしたら、基本的には自分、 のところかから独立して、えー、世帯を持つわけじゃないですかその時に一緒に暮らそうと思っても一緒に暮らせないし一緒にいようと思ったってその一緒にいる時間っていうのがなかなか、えー、持てなかったりとかするわけじゃないですか今は邪魔だなとか思って自分のことをやりたいなとかって思ったとしてもその大切な今のこの時間をですね全部この YouTube とかそうスマホとかそういうなんかあのちっこい画面にずっと向かってたら 大事なものを失ってからだとね、遅いんですよね。だから特に、あの、ちっちゃい子供さんがいたらもう、それはもう、いろんなことすべてできないから、ずっと、あの、お世話しなきゃいけないので、基本的にそんなスマホなんか見たりとかって余力とか、そういうのはないけれども、だんだん子供が手が離れてきて、小学校1年、2年、3年とかってなってくると、あ、ちょっと、あの、自分の時間が持てたりとかするけれども、逆に、あの、 反抗期の第3反抗期かな。第1が、あの、イヤイヤ期とかいう、あの、2歳児の時の反抗期でしょで、次の反抗期は多分、何歳だろうな。なんか、小学校あたりで来て、第3だと思うんだよ。第2かな中学生ぐらいの子さんがいて、親が、もう何でもできるから、スマホみたいな感じで教じて、あの、やってると、結構、大変なことをね、 食らったりするっていうことをね、ちょっとね、うん、あれした方がいいですよ、本当に。心の教育はむちゃくちゃ重要なので、あのー、もう本当に、もうそれをやった経験がある人っていうのはやっぱりそれなりの人間力が伴ってくるので、深みも違ってくるからね。 あなんか本当に、ね、子供がいると自分のやりたい時にやりたいことを思った時にす思ったこととかあと自分のことよりも優先にとかはできなくなるのでそういうことでなんかこう折り合いをつけたり考えたりとかするその分の,のなんか脳のしわっていうのが、まあ、いい感じに多分なると思うんですけどね。 まあ、そんな感じで、早く、早く先進めようと。で、だから子供がいたときに、だからあの、ディズニーランドって言って、結局私、ディズニーランド、その、子供が生まれて、子供と行こうっていう夢は果たせたんですよ。果たしたんですよ。うん。で、あの、まあ、それも、株主優待で行こう。で、次、検証で行こう、みたいな。で、何回か検証も、 あの、これ日日限定のタイプのものは結構、あのその日に行けなかったりとかして、逃しちゃったりとかすることもしばしばありました。その日にちょうど行けない仕事が入ってて、行けないとかで、で、逃したこととかもありますけれども、あと、あの、チケット系って、あの、転売防止で、 なんかイベント、チケットのイベント系だと、なんかね、コカ・コーラのイベントかなんかで、本人じゃないとダメだみたいな、入場の認証がなんとかとかであったりとかした時期とかも、今イベントがあんまりないんで、ちょっと得意な、特殊な時期なんですけれども、まあでも、あの、自分の記憶でコカ・コーラの正体と、プリマハムの正体と、キッコーマンの正体と、えー、あとはなんか普通に、あの、中の なんとか商店街、中野ブロードウェイ商店街。<laughs> 中野ブロードウェイ商店街ね。あのあ当たったことあるんですよ。ジジニーのチケット。あの、年末に、あの、日本 SHL っていう株,株主総会に行った時に、あの、ちょっと早く着いちゃって、あの、入り口にあるスマホ屋のところで、なんか、なんかね、スマホの勧誘の人と、 くっちゃべってその場で契約ってする、し,してあ、じゃあ、あの、じゃあ、これ券あげるから、券あげるからっていうか、なんか書いて、それは当たるかもしれないからさ、とかって言って応募して、なんか本当になんかね、あれ、中野ブロードウェイ商店街の検証に応募したのが、初めてで、初めて当たるみたいな。な名前と住所と書いてその箱に入れるっていう、なんか商店街のどこ,どこぞに箱があるから、そこに、 入れればとかなんとかっていうなんかよくわかんないなんかこう本当になん,かなんか商店街のイベントの検証のやつでディズニーランドのチケットペアが当たったりとかうんなんかあってチケットだけの時はあのすごいディズニーが好きな友達にあげたりとかあとヤフオクで売ったりしたこともあるしであとはねまあだからうんディズニーランドのチケットっていうのは割と 転売じゃなくて、行けないからとか言って言って、あの、まあ、直前までなんか行こうかな。いや、頑張るんだけど、期間内にどうしても行けないなと思ったら、じゃあって言って、ヤフオクで売ったりとかして、あの、極めて行ける権利の割には、行った回数はむちゃくちゃ少ないと。そんな感じなんですけど、で今回のこのディズニーランドの状況は、 なんかね、チケット、企業のき、企業のチケットあるじゃないですか。スポンサーパスってやつ。スポンサーの名前が書いてあるやつって、あの、なんか、毎月7日ぐらいまで、7日までの間に行きたい日を入れて、で、抽選で当たったら行けるみたいな。それも、なんか一つ一つ ID を入れて、あの、挑戦しないといけないん二人で行きたい時は、二つチケットを、 入力して2つ当たらなければいけないみたいな。なんかね、すっごいめんどくさい。めんどくさい。それで午,前午後から、午後から12時からとかなんか言ってたよね。なんか、だから、ね、なんか期限が2020年12月31日までのキッコーマンのスポンサーチケット持ってるんですけど、それはもう2年ぐらい延長になってて、もうちょっと落ち着いたら、じゃあ行こうかなと。 思ってたっていう感じ。普通には使えないみたいですよ。で、普通に換金することもできないし、なんかなーって思ってるんですけど、でも、あの、この首都圏の検証、多分検証の中で一番多分盛り上がる商品は、ディズニーランドのチケットだと思います。あの、特にイベント系のディズニーランドのチケット、貸し切りイベントだったりとか、そういうものとか、あとはその、なんか、 貸し切りのイベントでも、あのー、一日貸し切りとか、なんとかパーティーとかいろいろあるじゃないですか。私全然詳しくないんで、本当によくわかんないんですけど、でもこれ、えー、一応ね、プレシャスナイトなんですよ。プレシャスナイトなんですよ。決められた人。で、あのー、夜なんで、夜なんですけど、一応ね、並ぶんですよ、人が。 それなりにいて、え、こんなに似てんの何これ貸し切りって言えんのっていう感じなんですけど、でも普段のディズニーランドよりも、全然空いてますぐらいな。でもそれが、初めて行くディズニーランドで、その価値が全然わかってなくて、え、これでディズニーランドって空いてるのみたいな感じで。あ一,一番最初かなあの、多分、多分、多分プリマムかなんかの、じゃないかな。で、ディズニーランドもディズニーシーも、 それぞれ、喧騒で当てて、初体験自体はもう、してるんですね。行ってるんですよ。で、2020年、一番最後に行ったのは2020年なんですね。うん。で、あの、で、これ何これなんかね、今回のご案内は、すごいなんかの、複雑、複雑ですよ。今回は、えー、これね、 こん今回は、新型コロナウイルス感染状況を理由に、東京ディズニーランドプリマハム貸切プレシャスナイトご辞退されるお客様へ特別対応だって。うん、あのこれすごいね。2021年3月12日のやつ5000名にききせあの制限してやってても、あの新型コロナウイルスで、 ちょっと辞退したいなっていう人は、えぇ、ー、6000円。1枚につき6000円。だから12000円当たったってことが、うおぉーよ <laughs>、これあ、どうしよう、どうしよう、行く行くこれ,これちょっと悩んじゃうね、これ。6000円だって6000円。6000円分に交換してくれるってよ。これはちょっと。へえー。6だからね、 あの、夜のディズニーランドって結構空いてて、その、なんか、すごい人気の乗り物とかも結構乗れるんだけど、夜だからあんまわかんないっ,て言っちゃわかんないんですよ。夜だからわかんないっていう。何やってるかななのまあ、でも私乗り物嫌いだから目つぶってるから余計わかんないんだよね。ねなんかあの、目つぶってるから余計わかんないの、ね、にんか濡れてるみたいな。なんか、なんか濡れる系のやつあるでしょ。 なんか、うん。な、なんかね、なんか、不快な感じしかないよね。目つぶってたのね。から普通のなんかこう、ロープみたいな、ぐわーってあるんだけど、そのぐわーは、ほぼほぼ、なんかあの、歩いて、い行って、乗って、で、また終わったらまた、またもうこう、ぐるぐる歩いていってけ、結構な距離あるんですよ。あの、出口、終わってからの出口から、入り口までまた行って、また乗って、とか言って、それ間髪入れずに、 2分ぐらいで多分乗り,乗り物終わって終わったらまた今度,今度5分ぐらいかけてまた入り口のところに行ってまたまたお前来たかみたいな,な,んな感じでまた乗ってとかいうのは実現できますけどでも暗いのでねいかんせんどうなのよみたいなだから多分これパレードを見るディズニーランドのだからちょっとディズニーが分かってない人がさディズニーランドの何が楽しいとかって語るないよっていう感じなんだけどうん。 4枚中2枚、2枚中1枚など、プレシャスナイトチケットはご希望の人数分に交換するって。おだってら4個当てといてさ、2個はいりませんとかっていうのも可能なのか。いや、もう本当だ、あの、プリマハムの、あの、こう、方、もう本当になんかすい,すいませんでした、今まで。今まで暴言の数々を吐きましてすいませんでした、あの、あの <laughs>、あの <laughs>、3000円もかわす。 せてておいて、当たんねえとか、やってんだろうかとかね、なんかちょっと疑惑もね、うしら思ったんだよね。だってもう、相鉄ーゼに至って、はがきがなかったんだよ。ないんだから、そこの店舗でさ、ディズニーの検証、一般の人はさ、やってるってわかんないじゃん。やってるってわかんない状況下において、その店舗で、あの、 他の人が応募してない状況だったら当たるんじゃないのって思って完成はがきで書いて応募してレシートがってそれでも OK ですって言ってたんで応募してで梨のつぶて検証ってねあれな何も何もないんですよ外れた時って別に外れましたっていうご連絡はないんで当たった時だけ連絡が来るんで来なかったらもう外れてるんですわ ああ外れてますか?」とかに連絡する人っていないと思うんですけどうーんどうだうなんだけど満を持しても私でも何口も応してるわけじゃないんですよたった一口ですからね3,000円ぐらいだから私の場合はそのプリマハムの対象商品をちょっと多めこれ買いましょうって書いてあるんだったらその金額よりも多めの金額から3,000円ぐらい買って。 あのまあ2300円とか書いてあっても3000円ぐらい買うんです大体。で買って貼って一通応募するだけでもう結構当たってる気持ちでいるからそれを外すとえっえっえっみたいな,な,な感じなんですね。でも今回のそのプリマハムの,あのその3000円のやつはバローとバローとですよ バローと、あと、相鉄ローゼンと東急で、まあ、日にちがそれぞれ全部違ってたんですけど、5個、5その5日程あって、5個、5つの日にちの日程があるうちの3つのスーパーを応募して、なんで外れんねんみたいな、そういうなんかこう、あの、なんかこう、思ってたんですけど、まさかここで当たると思わなかったです、多分。あのー、びっくりです。うーん,なんか うん、なんか多分ね、あのー、これはね、あれですね。な、なんだろう。だから、2300円のやつじゃないと思うんだよね、これ。応募のはがきとか形状とか覚えてないから。もうちょっとあの、ハードルが低いやつだと思うんだよね。700円とか800円ぐらい買って応募する系のやつだと思うんですよね。うーん。まあでも今後、プリマハムの 悪口は言わないようにいたしたいと思います。本当に、本当になんかね、当たんないよとか言って,いて、本当にそれね、なんかうちのね、注意の好きにね、って言われたんだけどね、あの、こ心得選手の心得っていうので、あのう、自分はこれの種目が不得意だからとか、これはどうせダメだからとか、そういうの絶対思わないこと、口に出さないこと、そういうのを心得の紙としてもらったとかって言って聞いて、 そうだよね。そうだよね。とか、だから、お前これ得意じゃないからね。とかこれダメだからね。とか、そういうの言ったらダメだよね。とか言いながら、そっか、私もそうだよな。検証でこれ当たんないからね。どうせ当たんないからね。とか、そういう言い方ダメだ。言霊だ。とか言って、だから今日、そんなこと喋りながら今日帰ってきましたね。うん。あの、試合終わって帰、帰、試合終わってから今日ね、あいつね、ハードだったんですよ。試合終わって、 で今あの感染対策であの朝からやる人と午前午後で入れ替わりなんですけどあので試合やってからあの普通にトレーニングしてもう結構抜け殻みたいな感じになってた抜け殻。えな,なんでそんなに疲れるのか分かんないんですけどでもやっぱりあのその疲れるんでしょうね。うん、だからあの瀬戸ダイヤとかもあの なんだろう。今、今多分、瀬戸大也ってもう本当になんかの悪口言う人の方が多いからさ、なんか出て、全部の種目に、全部って言っても3種目出て、その3つ1位じゃなかったら優勝しなかったら、もうどの道なんか悪口に書かれるみたいな感じなんですけど、一番最初に出た400メートル個人メドレー、これ4個目って言うんですけど、400メートル個人メドレーで優勝して、それもいいタイムで優勝して、あの、素晴らしいねで、 終えればいいのにさ、その次の、あのー、200メートルバタフライであんまいい成績じゃなくて、その後の200メートル個人メドレーで出て、それで負けて、で、その2つ、3つのうちの、1つは勝ってるのに、いい成績で勝ってるのに、3つ出て3冠取れなかったからボルカス書かれてたみたいな。なぜか知らないけど、奥さんの誕生日が、 何日だから、<laughs> 最近奥さんと外れたらしくて、に、あの、花を添えることができなかったとか、いちいち絡めんなよとかって思いましたけどね。 だってでも、200メートルのバタフライ。バタフライってわかりますバタフライって私絶対泳げないですよ。なんかこう、はーってあの、こう、バッタって言うんですけど、このバッタみたいに、はーって、あ、カマキリみたいな感じだカうー、かーってやって、それでのみでこう、行くんでそれのみで、もう絶対無理じゃん。やってみよう、こうやって。はーってやって、それでずっと、200メートルもこうで、はー、はーはーで、それだけで泳いで、ですよ。あの、 15分後ぐらいかな。一、一種目、他の女子の種目があった後、ね、約15分後ぐらいに、200メートル個人メダルですよ。それで、あの、力が出せなかったとか、それでね、我たち言うかよ、みたいな。現実的に、それ、もう、ね、いろんな意味でやってみたいとか、どういうシチュエーションで、その競技の順番が来ても、なんかあの、その、 課題に向かってどれくらいのタイムが取れるのかとか、どういうふうになるのかとかっていうのを考えてやってるケースとかもあるんで、何が自分には向くのだろうかとか、これからオリンピックがあったとして、どれくらいの競技、えー、出ることができるかとか、あの、なんかその体力との、 なんかこう調整みたいなのを測ってるかもしれないのに、あの、大概だって記事書く人のマスコミの人って、あの、それはあんまり詳しくなくても、それなんか書いたりとか文章にするわけじゃないですか。文章が得意で、そう記者になってるわけだから、スポーツがすっごい得意で記者に、えー、のーなってるっていうパターンよりも、おそらく文章を書くのが得意でやってるっていう感じだと思うんでね。 あ言霊はね大切なんでそういうなんかもう悪く悪く言うのはね良くないと思うの本当になんかそれってもう本当になんか日本人の特徴だよなみたいなあのもうなんかワンチャンあげるみたいな風潮じゃないなっていうそういうなんか課税的なものをなんとなくなんかこうなんとなく思いましたよなんか検証でね結構人生を語るっていうか本当なんかあの そんなの語ってる場合じゃないんだよ、みたいな感じですけれども、えー、私はいろんなことをですね、思いながら、検証を応募して、当たったりとか、その、あの、モチベーションとか、うん、とかも、たかが検証なんですけど、そういうなんかの、マイナスのことを考えないとか、まあ、当たった気分で出してるとか、まあ、そういうのとかも大切なんじゃないかなと。そしてですね、すっごいなんかこんなクソ長く喋っときながら、最後に紹介、 いたしますが、えー、コメントがね、来たんですよ。あの、検証生活を始めるにあたって挫折しないコツを教えてください。あとお聞きしたいのは、はがき100枚で当たるのは何個ぐらいでしょうか。お返事お待ちしておりますって書いていただいたんですけれども、最近私ね、結構いい、出してる方なんですよ、意外と。 何でも意識しないで、私がやってるのっていうのは、数を当てようとか、そタワーを作ろうとかっていうことではなくて、あの、当然率を上げて出したいわけですよ。だからいろいろ考えて、これいけるみたいな感じで出してたんで、ほぼほぼ、あの、9、9割に近い勝率で、 あの、出した検証はほとんど当たるっていう状況だったんですけれども、最近結構なんかのこう YouTube とかをやり始めて、まあブログをやり始めたぐらいからかな、なんか当選報告をしだしてから、もっと毎日当選の報告をしたいとか、しなければとかっていう気持ちになって、結構いろんな検証を見つけて、あんまり自信がない中で応募したいとかしてるんで、あの、勝率的には現実多分ね、 自分の感覚ですよ。感覚的には7割ぐらいまで落ちてると思うんですよ。前はだからもう出したら当たってる気で出して、で、本当に当たってたんですけど、この、ー、YouTube を始めてからの感覚としては、多分、自分が実際に出した検証で、どれくらい当たってるかの感覚は7割ぐらいだと思います。割と当たってる方なんですよ。狙ってる、出して、 当ててるで。あとはなんかあの、勝率をどん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 下げるっていうのは、その、なんていうのかな。ただ、ただ、ただ単純にクイズだけとかっていうのも出しちゃうと、やっぱ外れる率が高くなるんです。例えばこういう、あの、プリマハムで言うと、こっちに応募すれば、こっちだけでトライすれば1枚のハガキで、こっち側の1枚とこっち側の1枚だと、当選率全然違うんですよ。こっちの方が全然低いんですよ、クイズに答えてだから。 クイズに答えて、で、こっちでハガキを、これも1カウントにしちゃうのと、こっちだけ1カウントにするのとちょっと違うんですね。これだけ身のある、これはね、バーコードなんですけど、いつもだったらレシートなんですけど、だから、あの、こちらのおそらく私が当たってる方っていうのは、多分レシートで応募してるわけですよ。で、プリマハムって必ずそのレシートと、次に来る何かが、こういうなんかのバーコードっていうパターンがあるので、 で、私はバーコードも取っといてあ、次にこういうチャンスが来たなっていう時には、あの、その前に買ったレシートで応募したやつの、えー、バーコードを今度貼って応募するっていう感じでね。あんまり金銭的に自分でなんかいろんなものを買って、負担、自分の負担にならないような感じで応募してるわけですよ。あの、これをね、いちいちね、これまた買って、こうくんとかだと割と高いじゃないですか。 2, 2, 2個で400円ぐらいすると思うんですけど、それで400円、400円、400円、4 0円ってやると、2、6 0 0円。応募するのに1600円ぐらいの経費がかかるとかっていうのを最初からやると結構大変なんですよ。うん、だから、あの、このハガキをですね、100枚出したらいくら、いくつ当たりますかとかってあの聞かれたんですけれども、100枚も出してないんです私そんなに。あの 大体いい感覚的には、その週2回スーパーに行きますで。週2回に行った時にスーパーでハガキをもらってきます。それだいたいブログとかでも紹介してるんですけれども、ん10枚ぐらいかなあと、15枚を超える時も、はもうあったりとかするんですけれども、だいたいそのハガキの中で、 あの、絶対買わないもの、特にビールとかなんか絶対自分で買わないので、応募しようがないじゃないですか。だから、全部紹介してるからって全部応募してるわけじゃなくて、その中で自分が買うものとか、必要なものとか、まあ、ちょっと無理してもいいなって、買っちゃって応募対象にして、レシート作って出すものっていうのがあるんですけど、大体出すとしたら、週2回行って、えー、その、10枚ぐらいの中から3個ぐらいを厳選したりとか、3、4個 あって3、4個ですよ。まあ、平均的に考えて、だから週で言うと、まあ、7、8枚かな。まあ、10枚も出してないような気がするんで、で、だいたま、1日1枚ぐらいな感じですよね。それが、ま、毎日毎日出してるっていう感覚よりも、なんかそのスーパーに行った、えー、日に、あの、レシートがであります、書きます、出します、みたいな日が、 あの、週2、3回ぐらいあるかな、ぐらいな感じですね。だから、買ってきて、大体私は夜スーパーに行くんで、夜買ってきて、あの、夜中にハガキを書き切れば、その次の日に速攻を出せるけれども、やっぱり、ちょっと、その日ちょっと無理だな、とかって、他のことをやったりとかすると、翌、翌日とかってなったりとかして、応募がごてごてになったりとかするので,で、忘れないようになるべく早くに応募して、しとかないとな、と。だから、まあ、ハガキ的には、月に、 40枚も出さないかな多分。一週間に、だから毎日検証生活って言ってるのもそれくらいの感じなんですね。30枚くらい出して、まあ当選してる率っていう、率というか、し当選してる品物は、ほぼほぼ私、ほら、YouTube で、当選してるものは結構、あの、これを応募するぞとかっていうよりも、当選したものをアップしてるわけだから、それが、あの、どれくらい どれくらい回収できていくか。だから、7割って言っても、その、30枚からに出したとしたら、じゃあ7割分当たってるかって言ったら、そこまで当たってないような気がするんで、それで7割って言っちゃっていいのみたいな感じなんですけど、でも自分の脳内では、もう出したら、割と7割ぐらいの感じで当たってるぐらいな、ポジティブなイメージかな。あ7割でいいんじゃねえぐらいな。結局出して、狙ってるやつって、 有限実行で当たってんだよね。うん。あの、うん。ここれって言ったやつ。だから、有限実行で私、プリマハムが外してた、外れたから、これだけなんかネジネジ何回か言ってますけど、うん。でも、結局のところあれね、これ出しますって言って、当たりましたって言ってデータ取ってるわけじゃないんで、なんとも <laughs>、なんとも、あれよね。 うんそこら辺がね、検証の闇なんですよ。タワーだなんだとかって言ってても、どんくらい応募してんのって、いく何万だな、半,半万だとか言って言ったって、それ本当にそうなんですかとか、サンプルは含まれないんですかとか、突き詰めていったら、結構なんか、グレーな部分結構あるんじゃないかなと。だからそのグレーをなくすために私はあの、うーん、なんかモニター系のやつとかは、今やめてるんですよね。 ちゃんと、ちゃんとこの、自分で戦略を立てて、いかに当選率を上げて、検証に向き合うかっていうのを、やっていこうかな、的な感じ。リアリティがあって、その方がいいような気がするんですよね。曖昧にさ、物自慢みたいになってったら、キリがないから、で、やっぱり数当てても、現状ね、使わないじゃん。あの、鍋とか、あの、本当になんか今、 今そこって言ったらほんとじゃあ見せろよって何か見せないって言うけどほん鍋とかがそ鍋ってそんなに使わないからさ1個あったらもう十分でしょだからそれが山積みになって置いてあるわけですようんあのき。汚いんでねあれなんですけどその調理器具とかもさあのそう使うかって言ったらそれ当たっても使わないとかっていうなんか本当にんか山積みになんかくる してても意味がないようなものをどんどん増やしていってもしょうがないから数をこう当てて、ど、どぞーとかね。あ、ね、前の動画であるんですよ。今まで当て当て,てて、まだ、あ、あの、そのまま放置して、部屋、部屋に、あの、置き、置き去りにしてるものをバーって出して、それ結構これ当たってんですよとかって言って結構あの、ご紹介してタワーみたいなものを紹介した時とかがあったんですけど、本当になんかね、 生活があんまり豊かにならなくなる。なんかこう,こういう一個部屋もんじゃあいいか。どういうだだからあの、部屋があったうちの、これちょっと本当にもちびのすけそのままにしてるからの、お菓子が。で、例、ねねねねねねね、えばですよ、これ家があったとしたら、ここの一角が、当選の品がですね、山になってるわけですよ、これ、部屋の。これ完全にこれ邪魔でしょ これない方が普通は素晴らしい生活だと思いませんか、ね、これをだから使わないでそのままずっとここに物体を置いているっていうこのロスに関して私はちょっとちょっとなって思ってるわけですよ。だからその当選率を上げていかにその自分でその必要なものでなんかこうわらしべ的なもの で、行くかとか、なんかこう、考えて、こう、行こうかな、的な。なんかちょっと、うん。あんまりちょっと話まとまらなくなってきたんで、ということで、えー、本日はですね、あの、で、だから検証のうん、何枚ぐらいあとはだから、あの、外れ、その、なんのモチベーションだよ、ね、て書いてあるから。ちょっと待って、あ,あと最後ね、えっ、ー、と、検証を始めるにあたって挫折しないコツ、挫折しないコツはね、私もね、挫折しましたよ。 本当に、あの、3週間ぐらい全く当たらなくて、なんかもう何も来ないね土日何も来ないで、本当になんか、だいたい化粧って届くのって土日だから、土日何も来ないで、本当になんかモチベーション下がって、ダーってなるんですけど、そういう時って、あの、YouTube で、あの、YouTube ライブとかって、あの、やって、やったりとかした時に、自分の、そのなんかの、 リスナーの方っていうのかな聞いてくださってる方が何や、当たったよとか言うと、その、まあ、自分が当たってるわけじゃないんだけど、人が当たってる喜びの声で、うわおめでとうございますとか、私も頑張りますみたいな。そういう、人の喜びを自分の喜びと捉えてですね、あの、ポジティブに、わいい、いいな、ね、いいなっていう妬みの感じじゃなくて、おめでとうございますよかったですよあ、マジ当たるんだみたいな感じの、なんか自分のものとして、なんか、 思ってですね。ああ、この人当たってるから大丈夫で当たるよとかって思って。まあ、結局、あの、キッコーマンは私は当たんなかったんですけど、うん。でもなんか、キッコーマン当たりましたとかっていうコメントをいただいたら、もうちょっと脳内で自分が当たったみたいな気分にはなってるんで、その、当たった先のものにそんなに私は執着してるわけじゃないんで、例えばこれも当たったら別にもう、いいんですよ。脳、脳でそれ完結してるから、別にこれもう、本、本当に行くか行かないかとかって別に、うん。 あんまりその気にしてない感じなんですけど。でも、今回本当になんか俺、6000円に変えますて、変えてくれますって言って、書いてあるから、<laughs> これ、どうしようかなみたいな、なんか微妙な駆け引きだよね。でもこういうさ、特別な時って、多分私みたいに心が揺らいでですね、6000円に換金するやつが結構多いと思うんですよ。ちょっとさらなる、なんかあの、人がいない、いい状態。 で、ディズニーを満喫できるんじゃないかな、的な。どうしよっかな、これね。うん、悩め。だって、何時間 ?3 時間 ?3 時間まあ、まあ、うち、あの、まあ、関東近郊なんで、22時30分までって書いてあったら、22時30分までいても別に帰ってこれるんだよ。一応、電車的には。うん。どうしよっかな。ちょっと悩みます。っていうことで、 本日はご視聴ありがとうございました。また、また、べラべラと喋ってしまいました。またまにはいいんではないかと。で、結構真面目に私はですね、質問にも答えていきたいと思っておりますので、これ質問されると、私、常になんか8割9割当たってる感じかなと思うんだけど、実際に言葉に出して、考えて、 え ?7 割 ?7 割も当たってるみたいな感じになってくるとけ、結構考えさせられる部分ってすごい重要だと思うので、あの、質問していただければ。 お答えしたいいと思いますあ,のあなたがどうやったら当たるかとかもう一緒になって考えさせていただこうと思っておりますので是非、えー、あのブログとかにコメントしてくれるよりも YouTube のコメントの返答率の方が全然高いと思いますのでよろしくお願いいたします。ということです。